ドド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 こんにちは、いきおさんです。今日はですね、私奄美大島に来ておりまして、で、まあホテルどうしようかなって悩んでたんですけれども、私の知り合いがですね、八木島ホテルさんというね、ホテルを、素晴らしいホテルに、ね、紹介していただきました。で、今回はじゃあ八木島ホテルさんのリンジャー様に来ていただいております。そしてですね、僕このホテルが良かったなっていうふうに思って、もう自然も豊かということでね、今回は皆さんにご紹介をしたいなっていうふうに思って、動画にしました。それでは行きましょう。どうぞ。場所を移動してね、こちら八木島ホテルさんの全景が見えるようになりました。こんな感じの建物ですね、素晴らしい。5階建てで、一番上に大浴場があるんですね。まあ、特徴として島にあるっていうことなんですけれども、まあ、なんで島にあって素晴らしい環境で泊まることができるのかっていうのをちょっと教えていただきたいなと思います。ここ今立ってるところが八木島っていう小さな島になっています。そこにあるで、本当に周りの車の音とかで、自然の音で、プライベートとかあるので、すごくね、リラックスできる空間になってると思うので、ぜひ皆さん来てみてください。
ということでね、またちょっと移動してみたんですが、まあ、八木島ホテルさんすごくね敷地が広いのでいろんなところで楽しめると思うんですけれども、ちょっとね今後ろにあるのがですね、こちらは何ですか？こちら海水池です。海水池、はい、なんか魚がいるんですけれども、どういった魚なんですか？奄美のあの魚が数百匹も、はい、すごいたくさんいますね。八木島ホテルさんなんですけれども、今ご紹介していただいた通り、後ろにね海水池という池があって、その中で奄美大島の海水魚を飼育されていて、すごくね見応えのあるホテルだと思います。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございます。奄美大島に来た際はぜひ八木島ホテルさんで自然、そしてこのプライベート空間を味わっていただければいいなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。八木島ホテルがいいなって思ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ですよね、やっぱりね、いろんな生き物がいると思います、まあ、自然豊かな豊富なね土地ということで、何がいるんでしょうか？アブ、クラウサギ、イシカワガエル、東洋のガラッパゴスと言われている奄美大島、いろいろその他いっぱい生き物が